シャルル・オーギュスト・ド・ベリオシャルル・オーギュスト・ド・ベリオは、ベルギーのバイオリニスト、作曲家。パリで、ジョバンニ・バッティスタ・ビオッティ、ピエール・ワイオに学び、各地を、演奏旅行、1843年より、ブリュッセル音楽院のバイオリン教授を務めた。ルーベン出身。天画な奏法で知られる19世紀の、フランス・ベルギー学派の創始者として有名であり、アンリ・ビュータンを育てた。 7月革命の起こった1830年、歌手のマリア・マリブランとイタリアに駆け落ちし、5年後に正式に結婚するが、翌1836年に乗馬事故により死別した。1852年に視力の障害から引退に追い込まれ、1858年に失明。さらに1866年には、左腕の麻痺により創作活動もできなくなった。 1870年にブルッセルで死去。10曲のバイオリン競争曲、バレエの情景作品100、セレナード作品124等のバイオリン用の曲が知られている。現在ではコンサート用としてよりもむしろ教育用のレパートリーとして取り上げられることが多い。マリブラントの間に生まれた息子のシャルル・ウィルフリット・ド・ベリオはピアニスト、作曲家になり、エンリケ・グラナドス。 モーリス・ラベル、リカルド・ビニエスらを教えた。チャールズ、オーギュスト・デ・ベリオ・ベルジャン・バイオリニスト・エンサイクロペディア、ブリタニカ・フェリスは、ド・ベリオについて、ビオッティによって打ち立てられ、ロードやバイオによって霊称された古典的な、フランス派と区別される、フランコ・ベルギー創派の創始者として考えられるだろうと、記している。ザグレート・バイオリニス・アンド・ピアニス、ディ・アップルトン,アンドカンパニー。 P149 屋力4億7611万6049ありがとうございます。